さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございますけれども、どうしましょうね。こっちを読もうかな。9月ということでね、新アシスタントをお迎えしてやるわけなんですけども、それに関して、ラジオネーム、熱海のたこ焼きマントマン。山野そこにいるの分かってんだぞ。お前、先週のサンドリ終了後、ツイッターにベビーフットを使用して足の皮を剥いてる写真アップしてやがったな。その行為、毎週この番組だけを楽しみにして生きてるゲスナーたちは事前に今月のアシスタントバラされてるのと一緒なんだよ。この番組の起きては月始めのアシスタントは外部に一切口外しないということだろう。お前何回もこの番組のアシスタントやってんのそんなことも知らねえのか。そういう無知なところが普段の芸に出てな。芸人としてパッとしなくて、太田プロのお荷物になってんだ、タコ。お前は今月のアシスタント公害したんだからな。相方の内藤と一緒に一生できんだからな。それと足の皮持ってきてるけど、皮膚エネルギーはもう全員飽きてるから。今年は、やらねえからな。山野くん。はい。何してんの？いや、ちょっと、普通にベビーフット。ごめんなさい。山野くんっていうのは失礼だね。芸名で呼ばないとね。はい。はい。イノシシ太郎ちゃん。はい。どうも、イノシシ太郎です。なんでこういう不用意なことすんだ、お前は。いや、足の皮をちょっとやっただけなんで、そのアシスタントとは言ってないんですよ。だってお前、リスナーだったらすぐ分かるだろ。お、足の皮めくり始めたな。はい。いよいよかって。そんなのすぐ分かるだろ。で、あと山崎さんね。はい、どうも。いや、そんな軽いのやめて。山崎モータースでーす。誰だよ、それ。いやいや、ちょっと待って。なんでこのラジオ以外で聞かない名前だろ。本当に。ぼっちゃん。ぼっちゃん。ぼっちゃんって楽しみしてたんですから。のっちがそれいいなと思って俺のことぼっちゃんって呼び始めてさ、言い出した。めちゃくちゃよ。山野。はい。なんだお前は。山野。いや、太郎。太郎ちゃん。ちゃんとしてくださいね。太郎。ゲーム、はい。太郎はい何やってんのお前は。ダメだろ、そういうことじゃ。そうですね。でもせっかく今日持ってきたんですけど。メディアへの露出が少ないから、ちょっとでも自分の少ないファンにそろそろ出るぞっていうのを静かに伝えたく、アピールしたかったのかダサいな、お前は。みんな見破るんすね。そういうアピールを。だろ。ぶっちゃけ僕もね、はい、山野のツイッター、あ、イノシシちゃん、太郎ちゃんのツイッター見て、はい、あっ、これ来るなっていうの僕も知りましたからね。そうでしょ、はい、僕も知りましたから。ダメよ、そんな。いかんせん仕事がないんで、その毎日つぶやくこともそんなないんですね。ないよな、そりゃ。で、自分の中で二つぐらいつぶやくって決めてて、うん、ああ、今日もう書くことないな。あ、足の皮をっていう、やっぱ写真っていうことに頼っちゃいまして。このラジオの、はい、今日終わってからそれアップすればよかったじゃないか、はい、いろいろ。はい。それなんか我慢できないんだろう。やっぱやってる最中、あの、ナウっていうのをやりたくて。はい。知らせたかったんだろ、このラジオに出るぞっていうことはい。まさかこんな、はい、感じになるとは。リスナー怒ってるし、もう足の皮の研究は、もうあの、工場が爆破されたから、もうやらないから。え、でも楽しみにしてる皮膚ナーの方もいると思うんですよ。皮膚ナーなんていないんだよ。皮膚の。皮膚ナーなんていねえ。こんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、今月のアシスタントこちら二人、山崎モータースです。イノシシ太郎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、山崎さんどうですか、はいはい、リハビリの方ちゃんとサボらずやってる。いやいや、もうね、日常生活が僕はリハビリですから。いや、だからそれじゃダメなのよ。ちゃんとリハビリしないと。いやいや、それはまあ地道にやってますよ、それは。だってみん、山崎さん、ちょっと知らない人のために言うとね、山崎さんもう何年前だかね。もう10年。もう10年になる ?10 年になりますよ。10年前突然ね、はあ、脊髄に菌が入るっていう、ちょっと難しい病気にかかってね。そうそう、珍しい病気でね。下半身、足が全然動かなくなって。いや、最初大変でしたよ、もう、ね、全然動かなくて。歩けなくなっちゃって。そうそう。もう、ほんとみんな結構もう、ダメなんじゃないかとか、足動かなくなんじゃないかとか。本当心配してたみたいで、ね、心配して、お見舞いも何回も行って。いや、もう、坊ちゃんは頻繁に来ましたね。ね、心配して。あの時、漫画持ってね。いろいろやって、で、それで頑張ってくださいよ、ちゃんと。
って、その頃はちゃんとリハビリもなんか痛そうなのやってたけど、いろいろやってましたよ。なんかちょっとまあまあ日常生活は普通に暮らせるようになった段階でリハビリ急にサボり始めて、そんなにちゃんと治んなくなったじゃないか。いい加減しろ。いやいや、みんなの思いを。あ、それちょっと、みんなどんな思いであれを応援してリハビリ頑張れよって言ってきたか。ちょっと歩けるようになった、もうサボって日常生活がリハビリですって、いい加減にしなさいよ。いや、坊ちゃんでもね、今怒られてるけどちょっと嬉しいよ。なんかすごい俺愛を感じたよ、ね、愛の感じた、はい、あら、坊ちゃんのためならですよ、これからも。怪物くんですよ、本当に。本当の怪物くんがいるけどね。映画ヒットおめでとうございます。ありがとうございます。後編ももうすぐあるんで見てね。進撃の巨人もね、大ヒットしてる。今日番宣できました。私はテッド2の方やってますから、進撃の巨人はちょっと応援できないんですけどね。ということで、リハビリ中のおじさんと、はいはい、巨人と私有吉でお送りしております。有吉のサンデーナイトドリーム、今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。あ、今ちょっとラップっぽかったな。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。今夜のやめなさい、おじさん無理。今夜のアシスタントは山崎モータースと広志太郎です。どうもよろしくお願いします。お願いします。もともとの知名度がないからさ、もうよくわからない。元の声がね、わからへんからね。今週ぐらい崩さずにやんないと。まあそうなんですね、はい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 、生放送でございます、はい、メールを募集いたします。アシスタントが山崎さんと、はい、イノシシ太郎こと、まあ、山野さん、はい、山野さんですね、はい、山の不動の山野ですね。山の不動知らないですか、はい、テーマこちら、はい、山にまつわるエピソード。何でもいいんですけどね、別に。ここ数年ブームが続いている山登りでございます。登山ですね。あなたが最近登った山、昔登った山、うん、ね、うん、これから登ってみたい山、うん、何でも山にまつわるお話ししてください、うんうん、そんな読まれないかもしれませんけどね。そんなこと言うパーソナリティいます。本当ですね。送る気なくしますけどね、まあ、一応ね、はいはいはい、山 ね、なんかあれですね、はい、北米大陸最高峰、うん、マッキンリー、有名なマッキンリーですね、ええ、これ名称をですね、アラスカの先住民が長年呼んできたデナリに変更すると。こんな多いですね、なんか。そうですね、あの岩ね、うん、岩、あのオーストラリアのでっけえ岩も変わりましたね、はい、名前がね、あれね。あ、何でしたっけ、あのでっかいの、はい、はい、何でしたっけね、ロックストーン、ローリングストーン、ローリングストーンズ、なんとかロック、なんとかロック、エアーズロックって呼ばれてたのを、はいはい、やっぱ現地の人たちが呼んでる、はい、なんかに変えましたね。そう、なんか、なんかですね、大岩、大岩に変えましたね。日本で大岩で、そんなもありますけど、はい、まあそんな山にまつわるエピソード、はい、私はまあ高尾山っていう東京のね、まあそんな高い山じゃないですけど、はい、高尾山をのに登るのが趣味だったんですけど、最近ちょっと、ね、うん、あの世界、あの遺産じゃないんですけど、世界遺産でしたっけね、ミシュランですよね、うん、ミシュランの観光の三つ星かなんかに選ばれて、選ばれました、ね、すごい人が増えたんですよ、うんうんうん、そっからちょっとも行かなくなったんですけど、いっぱいになって、ちょっとつぶっちゃって。最近なんか流行ってるみたいだから行かないよなんて偉そうに。最近行ってない。しょうもねえ、しょうもねえオタクみたいなこと言っちゃって恥ずかしいんだけど、もともと有名ですけどね。そんな俺が見つけたみたいに。でも高尾さん平日なんてもガラガラだったけど ね、 昔はね、もう今はもう結構いっぱいでね、ね、え、私は結構山が好きなんですよ、登るのが、だからちょっと山の情報を教えてください、はい、はい、
有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、www.jfn.jp/dreamer です。自分の中でだけ消化するんじゃないよ。伝えるって気持ちないだろ今の、はい、自分の中でお前復唱してるだけじゃないか、はい、ちょっと伝えたいと思います。ちゃんと伝えなさい。ちゃんといきましょう。www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。さあ今耳に残りましたね。普通に言われるよりねリズムの方がね。お前もうあれスタンガンの系だぞ。怖いな。早くないですか。怖いな。最初の手本だからね。それぐらいしないとね、はい、分かんないからね、はいはい、ということで、まあ、ポイントです。あの面白いメールにはねポイント差し上げてステッカーなんかプレゼントしておりますので、はい、どしどし送ってください、うん、はい、はい、もう一枚ねメールがあるんですけどね。ラジオネーム白キャベツ、有吉さん吉報です。有吉さんのツイッターのフォロワー数が小野陽子さんを超え、日本生まれの有名人の中でもトップに立ちました。おめでとうございます。いつも言われてたんですよ、日本人トップですねって、うん、いや小野陽子いるしみたいな、うん、ちなみに小野陽子さんが475万人だったんですって、はい、で僕が476万人になりましたから小野陽子さんを超え日本人最多だったということなんですけど ね、 ね、まあだからもうツイッターのこんな数なんてもう何の意味もなしてないんですけど、だけどこれまたこれツイッターでねまたあれですよ、はい、一悶着ですよ。何ですか、一悶着っていうほどの悶着じゃないんですよ、ええ、だけどもうね、でもこのラジ、はい、もう芸人のラジオでもいろんな人のラジオでもねこういうことに関してもうんざりしてて、うん、そういう話ばっかりしてるから、うん、もういたちごっこっていうかね、もうあれだからもうあんま言いたくないんですけどね、ええええ、なんすか、ちょっとやっぱり住所不定無職のネット記事を名乗る人たちがね結構やっぱりすごいんですよ、うん、なんかね高橋みなみっていう AKB のリーダーがいるんですよ、はいはいはい、そいつがねなんかツイッターやったって言うからね、うんうん、ちょっとそいつまあちょっとやったんだったらと思って写真見て口が気持ち悪いから口気持ち悪いんだって、うん、まあ AKB って番組の中でずっとやってることですからね、はい、うん、だからやったんですよ、まあまあね、そしたらファンを名乗る男がねもう高橋みなみにそんな偉そうなこと言うなみたいな、それであそうじゃあごめんねもうじゃあもう二度と絡まないぜっつって、うん、やったんですよ。あ、それちゃんと怒ってあげたんだ。まあ、なんかの、うん、まあ、ちょっとしたやりとりよ、うん。寝転びながら酒飲みながらやってる、どうでもいいやりとりよ、うん。ちょいちょいちょいとね。そしたら、酒飲みながら寝転びながらやってる、住所不定無職のネット記者を名乗る奴らがね、うん、今度は、うん、高橋みなみに、そういう、うん、を中傷して、攻撃して、うんうん、有吉がファンからの、批判殺到で謝罪謝罪って出たんですか。まず批判がね殺到しないそこからそこ間違ってたんですね。批判殺到しないわ、うん、まあね、それでそっからでしょ、うん、そっから今度派生して、うん、そこで揉めた有吉が最近、出る番組が視聴率ガタ落ちで芸能生活の危機。うわ、そこまで行ったんですか。あら、いやもうとにかく、うん、やっぱりあれなんだろうね、うん、俺に消えてほしいんだろうねそうなんですかね、やっぱり嫌なんだと思う。嫌だから、だから何芸って言ってたっけな、はい、なんとか芸なんとかどっかなんか言ってたわ、うん、毒舌だかなんかが、うん、毒なんかが、うん、辛いって毒舌辛いってはあ、いやもうねちょっともう、うん、まあねでもそれはもうやっぱりしょうがないんですよ、うん、あの人たちはもう記事を書かないと焼きごてでお尻にギュッと熱いのを当てられてなんか書けって言われてるんだよ。なんか書いて、うん、ヤフーの人に記事を拾ってもらえーってギュッとやられてるから、うん、それはもう何でも書かなきゃしょうがないんですよ、うん、あの人たちは、うん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 、じゃもうしょうがないんだけど、うん、じゃ何腹立つかって言ったらそういう、はい、まあ、僕の、ね、寝転びながら酒飲みながらやってる適当な行為を、はい、寝転びながら酒飲みながらやってる住所不定無職の記者の人が、うん、記者を名乗る男たちが、うん、記事にするでしょ、うんうんうん、それを、はい、その記事を見て、うん、コメントしてる、うん、
やつがいるんですよ。またいるんですよ。これが、うん、そんだって、うん、芸能人の俺と高橋みなみと、うん、あと竹山さんとか渡部さんが、うんうん、が絡んでる、はい、まあもう本当芸能界も恥も恥のニュースじゃないですか、うん、そこに何の社会性もない、うんうん、もう恥も恥のニュースに、うん、なんか50歳ぐらいの人が、うん、こいつらもこいつらの芸のない連中がまた騒いでるな50歳無職住所不定の男がまた住所とか来ちゃって和をどんどん和をかけていろんな人が寄ってきちゃうんですね。その記事にね、なんか一言物申したい人って、うん、クズじゃないですか。すごいですね。しかしクズがクズに文句言ってるのに、うん、文句言う方のクズは、うん、クズじゃないっていう顔したがるのよ。そうですね。そうですね。俺はちょっとまあ、あの、会社でいい位置でいるからね。下り顔で。芸能人のことは、まあ、クズだと思うんだけど、うん、高橋みなみも有吉も悪いな。クズかよ。なあ、そら大変やね。うん、いや、ちょっとツイッターでもそんなんですね。そうですね。だなんとか有吉さんのニュースを作り上げなきゃと思うんでしょうね。うん、まあ、しょうがないんだよ。でも、それ、書い、いや、記事書いてる人はしょうがないのよ。だって、焼きごて当てられてんだから、うん、お尻に。そ, れそれやられたらね、僕らも書きますよね。あの、この前、相撲でちょっとた、あの、罰で捕まった人いるんじゃないですか、釣り人の人。釣りこぎの棒で殴ったりとか。うん、金属バットで。金属バットで殴ったりとか。うんうん、あんなことをされてんだもん毎日あの記者たちは。記者の人たちはもうね、しょうがないのよ、うん、書かなしゃあないと。だって生活してんだもん、それで一応、まあまあね、もらえ、いくらぐらいもらえるんですかね、それでね。安いんだって、これが、お一記事書いて安いんだって、すごく、そのアクセス数とかによってってことですね。不愛性だ。ヤフーさんにもう使ってもらったらありがたいです、うん、と。もう下請けよ、厳しいの。どこでも下請けは厳しいのよ、ね、板挟みでね、だからさ、もう焼きごてケツに落ち着けられてそれ確定なんですか。そうなの、それ確定。焼きごてをケツに当てられて、はい、拷問ですね。上のヤフーさんからいい記事じゃないと載せないよって言われてよ、はい、もうそりゃね、うん、めちゃくちゃな記事書くよそりゃ。だからツイッターでちょっと坊ちゃんの見たらこれやって思うでしょうね、うん、そうです。このラジオだってそうよ。あのラジオだって、ね、はい、直接聞いてんじゃない、次の日、うん、もう行けないんだけど YouTube で聞かせてくださいって、はい、だって焼きごて押されて東京じゃ聞けないし ね、うん、ね、つらいよそりゃもう。だからね、なんとかなんないですかね、焼きごてやめるように。そっちを変えていった方がいいと思うんですよ、うん、ね、怖い人ね、焼きごて押してる人、うん、はい、焼きごてを、あいつら悪いよ。だって何千人もやって焼きごてをどんどんやるわけでしょそうですね、焼きごてをやってるやつはもう本当に暴力組織の人間だから、それは言えないよ、うん、怖いね、うん、暴力組織の人たちなんだから、怖いな記者は悪くないってこと。記者は悪くないですね。記者は悪くないですね。はい。俺なんかその、うん、もう今ほら山口組のことで大変になってるじゃない、世の中が、うん、今ね、うん。それでなんかほら、すごい専門のライターの、ライターなのか、あれ本当の記者の人ね。はい。これは住所不定無職の自称記者じゃなくて、ちゃんとした記者の人の記事見てたらさ、うん、はい、すごいわけよ。なんかもう、うん、命がけみたいなもう話よ、それ、うん。本当にヤクザの人にインタビューして聞いて、うん、お話聞いて、うんうんうん。そんな人にもさ、うん、文句言ってやついんのよ。お前なんし、お前それ知らねえだろみたいな。なるほどね。そんなようなよ。怖いですね。いやだから焼きごてって怖いよ。焼きごてって怖いよ。いやだから焼きごてしなよ、でかいですね、焼きごて扱う人はね。やっぱりこうありたい。やっぱり焼きごてをさ、はい、押し付ける側の人間でありたいよ、ね。いや、どっちの話かよ。いや、そうなりたいよね。コズのコズじゃないですか。いや、だって焼きごて持ってさ、はい、100人ぐらいの手下にさ、はい、おい、記事書かなきゃ、おい、焼きごてをすんぞって言ってんの。すいませんって言って、みんな書いて。すごいですね、そっち側ね、うんうん。それが世間ってやつなんですかね。それだから、有吉の、はい、有吉の番組に視聴率が落ちって書いてさ、したら、焼きごては許してもらえるから。怖いですね。この人焼きごてのニュースだらけじゃないですか。焼きごてやめてくださいってさ、みんなで書きましょう。ライターの人たちが、有吉よくぞ言ってくれたの、焼きごてをやめさせようって。そう。全部のニュースそれにしちゃえばいいんだよ。ついに有吉が内情を、はい、いいですね。暴露してくれた。100人でやれば、その焼きごて、ね、やる側もね。だけどこれで俺はもう、その焼きごての人に狙われることになったから。
うわ怖いよ。怖いね。長い焼き事できますから。遠いとこからでも押せる、押せるようにね。やばい。怖い。ケツに、ケツを冷やしとかなきゃ。嬉しそう。笑いながら。スタジオの外から、下から来るかもしれないですよ。ろうそくより熱いかな。今日出ていくときも大変ですよ、焼き事ぐらいだったら気持ちよさそうだけど。よだれ垂らしてるやん。やってくださいじゃないですからね。とね。一旦ブレイク。Day Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。はい、というわけで今夜のメールテーマ、山にまつわるエピソードね、はい、一応募集しておりますけども、はい、まあ、他にもねちょっとありますけどもね、うん、どっちだろうな、ラジオネームルノワールのうち FM 群馬、おいクソまんじゅう、俺のことだね、クソまんじゅう、こんなのを説明する悲しさだね俺のことね、はい、そうそうそう、まあ、僕は、まあ、通称、毒舌クソまんじゅうと呼ばれてますから、この番組では。毒舌クソまんじゅう。はい。だから、まあ、略して、まあ、クソまんじゅうって呼んでるんでしょうね、はい、彼はね。はい、はい。ありがとうございます。まあ、でも、こんな乱暴なメール送ってくる、来てもしょうがないんですよ。うん、焼き事をされているんですから。怖い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 。リスナーも。そうだよ。リスナーもそうだよ。有吉に悪いこと言えつって、焼き事でやられてる。そうかそうか。みんな被害者なんですね。そうですね。おいクソまんじゅうふざけんなよ、うん、俺は生っ粋のヒフナーでなシスタント総選挙も山野だけにしか入れてねえんだよ、はい、な山野、はい、お前の前にいる老害なんか気にしねえで好きなようにすればいいんだぞ次はなんだ、ネクソか、うんこか、そうか、うんこ食いたいのか、頑張れよ、おやべえやつに気になっちゃったよ、ヒフナーよ、俺とも食うんじゃねえよそいつ、ヒフナーじゃねえだろ、クソナーでもあったりなんかいろいろ、これも記事にされちゃうかな、いやされねえわ、誰がイノシシ太郎の足の皮がどうたらこうたら記事になんだよこれ焼きごて押されないね、これうんこやりませんよ、はい、ヒフの方ね、山ね、山、ラジオネーム金ちゃんラーメン、アリさん、山にまつわるエピソードですが、僕は小さい頃車で1時間ほどかかる山の中にある幼稚園に通っていました。毎日パンツ一丁で崖の坂道を走らされたり、真っ暗な竹林を歩かされたり、落ちてる山桃を食べさせられたりしました。落ちてる、本当はたくましい息子に成長してほしかったみたいですが、大人になった今山に行くどころか家からも出てません。なんでだよ、俺はもうそうでしたけどね、田舎、そうじゃなかったですか、山をね、山でね、田舎だから、うん、結構なんかやってましたけどね、うん、いろんもうよくわかんない、もう食ってましたよ、まあまあね、身を、身もそうだし、草も食べたしね、花、ね、の蜜も甘いんだって舐めてたね、吸ってた吸ってた、うん、そうよ、ありましたけどね、いまだにだから山、田舎の山行ったりすると興奮してやりますよ、食べちゃう、食べたりしますすごいね、都会の子だから分かんないんだよ、あんまり、花の蜜は行きましたけど、草食べます、うん、草食べるよ、食べたよ、草ってふきみたいなやつ、そうそう、これ食べれるんや、山菜とかさ、うん、まあただの雑草とかもね、食べてた、食俺らまずとか言いながら、いやいや都会派はそこまでいかないですね、俺ら雑草ばっかり食ってるんだよなんかね、美味しい茎の草とか、そうそう、ちょっと太いので、ちょっと酸っぱい酸味があったり ね、 そうそうね、甘かったり、話合うね、ぽっちゃんやべえパーソナリティだな、いやいやいや、ね、お前みたいにクソ食うよっていや、クソ食ってねえわ話大きくなりそうだ急にラジオネーム、おい小池、はい、うん、FM 群馬僕は現役の登山部員です、うん、私の高校は男子校なので男30人で登ります。夏休みは白馬岳3泊4日できました、うん、白馬岳は夏にも雪があるので私はいちごシロップと練乳を持ち込み鍋にこんもりかき氷作りました。砂が入っていましたが、あんなに美味しいかき氷今まで食べたことありません。うわー、よっぽどいいかき氷食べたことないんだな東京のかき氷美味しいはい、では1曲いきましょう。ミスターチルドレンでファンタジー。いや、この
の時間がお送りの皆さん、改めましてこんばんは。有吉ゆきサンデーナイトドラマ東京ハンドボール JFN のスタジオから生放送でお送りしています。はい、アシスタントは山崎とイノシシです。ちょっと、ね、これ今ミスチルの曲流れたでしょ、流れたんですよ、8時半から聞いてる人ね、今ちょっとこの、はい、放送の8時台でちょっと今、ね、ミスチルのファンタジーだっけ、うん、はい、ファンタジーです、ファンタジーって曲流れたんだけど、うん、これはまあイノシシ太郎ちゃんがミスチルが好きだからこの曲流したんだけど、はいはい、この曲聴きながらちょっとイノシシ太郎ちゃんがボソッとね、ボソッと一言言ったら何だお前。いや今日本当はあの日産スタジアムの方で、ミスチルのコンサートのチケット取ってたんですけども、ああ、すげえ取りにくいだろそんなの、はい、結構前から 3,4 ヶ月ぐらいそれが当たって取れたんだな、はい、で行こうと思ってたんですけど、一応このラジオがアシスタントということなので、そちらを、はい、優先してこっちに。それで俺は怒ってんねん、はい、なんで休まないんだよ。いや一応その、はい、仕事を一回しろよ本当に。石沢の時も怒ってた、石沢ももクロのコンサート途中で抜けてこっち来ました、はい、その時も怒ったんだ、なんで最後までちゃんと見ないんだってあのな、はい、うちの番組はお前ヨーロッパ感覚でやってんだお前趣味とか家族一番にしろ、はい、仕事仕事でお前エコノミックアニマルだ、はい、お前恥ずかしいことするな俺の前で、はい、行けコンサートそうですね、はい、それがヨーロッパ感覚なんですね。山崎さんだった、そうだぞ、奥さんの誕生日とこのラジオが重なったら絶対に休めよこのラジオ。いやいや、絶対家族と趣味を大事にしろ、はい、そうなんすか、当たり前だろ、はい、お前何やってんだ山田、お前、はい、すいません、悲しんでるよミスチルも、はい、今日山野来てくれなかったなっって、まあ、確かに僕そこだけが心配だったんです、僕がいないってうまくやっていけないかなっていう、お前少しでもミスチル気分を味わおう、はい、俺がじゃあ桜井さんやってやるから、はい、お前コンサート来たいいっすか、なれ、いや俺すみません、いい、はい、どうもうい、あれなんだ、日産スタジアム帰ってくぞぞーい桜井さん、はい、お答えた、答えたよ、今俺の声に反応してくれた、7万人ぐらいいるんじゃないの、い元気かー、元気だよー、おい笑って、俺も元気だよー、すげー客をいじって、まずじゃあ、はい、あの行こうかみんな、あ、いや行こう行こう行こう、客一発目なんだ、シーソーゲーム、おー意外、シーソーゲーム、いきなりサビ、世界中だ、どうしたんだ、あれなんだ、ライブバージョンだとすごいな、アレンジ、アレンジ、はい、どうした、一発目からあれ、シーソーゲーム、シーソーゲーム、あ、終わっちゃうぞこれ、終わっちゃうぞ、おい、みんな歌えるかい、じゃあ終わった、シーソーゲーム世界中の誰もがシーソーゲーム、いやいや客そっち歌ってくよ、ゴーの深い攻めいたいシーソーゲーム、コーラス歌わないで、桜井さん、桜井さん、あやまちを繰り返す人生ゲームシーソーゲーム、いやいやそっち歌えよ、イノシシが歌ってる、イノシシが歌って桜井さんがシーソーゲームしか歌ってない、逆転させないでよ、どうだい、いやまあよかったよ、いつも歌えたよ、もっと歌って、風が気持ちいいよ、おーにさんさん、そうね、風気持ちいいですね。あ、ということはなんか次風にまつわる曲歌うのかな、今日はみんな、うん、特別ゲストが来てくれてます、え、そんな時あんまないけどな、加山雄三さん、なんでなんでな、仲いいな、うん、あ、今日はどうもお招きに預かりありがとう、ちょっと似てるな、ちょっとじゃあ一曲歌わせてください、加山雄三さらい、なんでライブ始まったばっかですね。ラストの曲みたいですけどね。離れても、離れるも。みんなキョトンとして。ミスチルのコンサートでさらいってすごいね、これ。過ぎた、穏やかな、ほら、乗らなきゃいけない。日々の暮らしに、負けてしまう。桜井さんどうしたのね、今。そうで、桜井さんじゃないか、ね、動き始めた、さらいの空は、悲しいほど青く澄んで胸が震えた、
live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer.いやね、ちょっとでも味わえたかな。いや7万人が何これって多分聞く加山さんの登場で言われて。いやだからもう言っとくけど、はい、次コンサートあったりとかそういうことあった時は休むように。はい、わかりました。ノッチさんが一番偉いだからこの番組で言うと。ノッチさんは趣味のトライアスロンでセグヤスロンで俺去年一緒にやってたとしてあの人は半分しか来なかったそれはいいんですよね。それがいいんだよ。そうですか、はい、それがヨーロッパ。はい、ヨーロッパ感じてますよ。あの人ヨーロッパなんだな。もう2ヶ月休んでいいんだから夏休みですってこれがヨーロッパなんだなるほど ね、はい、ゆったり休暇を取ってバカンスをで、それをいいなっつって日本人がちょっとずつヨーロッパの生活とか様式美を真似していってるけど、うんうんはいはい、そうやって日本人が夏休みいっぱい取れば取るほど、うん、ヨーロッパ人徐々に休み減らしていってるからね。 あら注意する。逆転、逆に注意するの、うん、あいつら作戦だね。あいつら作戦だから。なるほど、経済大国になるとしてもね、うん、思想よくわかんないけど分かんないよね、うん、適当に話していこう。ラジオネームオレンジみかん FM 長野。はい、山崎さん、山野さん、はい、さっき有吉さん家族のために休んでいいと言っていましたが、うん、自分の結婚式でラジオを欠席した新妻さんはよく知る、はい、尻にコーヒーをぶっかけられていたようなあ、そうだったんだ。気がしほらほら、どちらの行動が正しいのか実は誰にも分かりません。ほら、引っ掛けの場合ありますからねこれで休んだら、そっかそっか、そう、万が一今日も新妻はダメなの。新妻がダメなの。新妻だけはダメなの。新妻だけよ。新妻はなんかもう女装ばっかりしてよしてんね。女装して綺麗、はい、うん、私綺麗でしょって言ってるから、うん、はい、ちょっと間違ってるから芸人として。なるほど。だからそれは新妻にはちょっとヨーロッパ的にはいいんだけど、うんうん、芸人としてダメだからちょっと怒ったけど、うんうん、二人はいい、いつ休んで。あ、本当ですか。山崎さんリハビリ本当に頑張るんだったら休んでもいい、大丈夫。これ休んでもちろん。急にこの時間に何するの、ここで休んでリハビリ何するのは知らないよ。もう自分でやって、うん、しっかり歩いたり、そうですね、競歩したり、今日歩くから、うん、そう、今日休みます、ね、そうですよ。応援します。その外でもできますからね。そうよ、僕ら見てるから回ったりしてね。絶対そう、はい、そういうラジオだからいや、だから自由にやって、どんなラジオだよ、自由にやって、はい、俺が別にいつも文句ばっかり言ってるラジオじゃない、うん、俺はあなたたちに焼きごてを押す人間じゃないよ。あら、背中を押す人間でありたい。おー、うまいよっ、坊ちゃん、坊ちゃん、有吉や、太鼓持ちに囲まれてダメなんですよこれ。有吉さんこんなんでよって言われてたら。ニュースのためなら、ニュースやろうよ。ニュース行きましょう、ニュース行きましょう、はい、うん、はいはい、じゃあニュース、じゃあ行きましょうか。よい、ちゃんとやれよ、すいません、ほら精神不安定なんだよ、ごめんなさいね。はい、じゃあまずはこのニュースから。亀田乱入どこに、10月16日に今日でも噂の東京マガジン見てたら、あ、見てたの、噛みつき亀がすごいんだ よ、 そんなよ、日本に在来外来種の亀田乱入、噛みつき亀田乱入、そんな話の流れますお前ら、噛みつき亀ってさ、すっぽんぐらいの感じを思ってんだろ。違うよ、噛みつき亀大きくなったらもう、うん、あのガラパゴスオオガメぐらいのあんなのが歩いてるの、日本、え、日本も1メーターぐらいあるのねそんな噛みつきガメがいんのよ。噛みつかれたら大変なことですよ。終わりよ、人生、人生終わりですよあんなもん終わりよ、壊れちゃうよお前らなんてすぐなのお前ら餌だぞ僕ら、あいつらもう噛みつきガメの方が捕食者だもん。あ、向こうの上なんだ、ね、我々はただのもう、うん、餌に過ぎない逃げ惑うしかない、食物連鎖のトップを取られて怖いね、巨人に頑張ったし、こういう時は、うん、噛みつきガメ負けないからなうわー、負けない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 負けてるよ、負けてる、何なんだこれニュース1個ぐらい行こうって、亀田乱入ですからねじゃあ読みますよ、亀がじゃないの、亀だ、亀だね
あの亀田さん、亀田三兄弟の亀田、10月16日に、米国シカゴで行われることが決定しているボクシング WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、王者河野光平選手の会見に対戦相手の亀田光輝選手が突然乱入するというハプニングがありました。おい、なんか偉そうにやってるやないかい。そうですよ、亀田さん選手は今のうちに磨いて大事にしといてや、今のボクシングじゃ俺に勝てへんと暴言を吐き場を凍りつかせました。俺にも勝てへん、渡米前の空港では1ヶ月練習しないでも勝てるとも語っています。ほんましっかり練習するけどな。違う人、亀田じゃないんだ。誰だ、誰なんだ、名前じゃないから全然ね。亀田光輝なんじゃないの。亀田光輝なんですかね、今の。俺もみたいなこと言って別の人なんじゃない。あ、そっか、俺もってことは亀田じゃないか。ほんまやんちゃなやつだよな。俺誰、誰名乗ってくんない。誰なんやろな、誰なんですか。ほんまちょっと一遍試合したのかな。バカらやんか。誰かか本人の可能性もありますけど、うん、あボクシングやってるから自分でシュッシュって言った。あ、じゃあこれ本物かな。殺虫剤でやったろかな。あれ殺虫剤の方かよ。いいよわっちゃんよ今のシュッシュを殺虫剤に。そりゃ主演者しねえよ。そんなことやって何年やっても以上ニュースです。あ、終わり。続いてはあいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、何やってんだ。はい、テレビ、はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。ちゃんと読めバカ。はい、仕事はちゃんとしろ。その代わり趣味は尊重してやるからな。はい、アメとムチよ、ね、欧米流でね、素晴らしいますけれども、ヨーロッパ流でやっておりますよ。もちと焼きごて怖い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 。はい。ちっと焼きごて怖い。ラジオネームペケミニ。有吉さん、テレサハウスのハウスダストこと今井花ちゃんが、ツイッターでこんなこと言いました。今日は美容デー。お風呂上がりはこれでマッサージ。イケてる女子は自分磨きを忘れない。うるせえブスシンプルだな。てめえ、今すぐ自分のすっぴん鏡でよく見てみろ。久保田俊信みたいな顔してるだろ。イケてる女子は自分磨き忘れねえけどな、ブスは自分がブスってことも忘れんじゃねえ。美容デーなんか作るな、マッサージもするな、バイブスも上げんな、モデルずらしてランウェイ歩くな、頭丸めて出家せよ。すげえ怒ってんじゃん。怒ってますよ。ちょっと言ったらこの様ですよ。これですよ。怖いですね。怖いですよ。本当に。ラジオの三平。有吉さん、激渋メガネ小籠包こと、橋田須賀子氏が、そんな感じ。ノンストップ。もう一回読まして。はい。激渋メガネ小籠包こと、橋田須賀子氏が、小籠、メガネ小籠包この段階でちょっとエンジェル上げときます。はい、あ、もう、キャッチフレーズのみでね。橋田須賀子氏が、ノンストップのインタビューで引退をほのめかしたくせに、引退するなんて言ってないと激怒している模様です。まずは問題のインタビューお聞きください。今のテレビドラマを見てて書きたいと思わなくなりました、もう私の時代じゃないっていう気はしてますね。何でもないホームドラマは生きられない時代になった気がするんですよ、だったらもうやめてもいいなっていう気がします、完全に言ってんじゃねえか。吐いた唾丸飲みしやがって。老けたみそろかよ。あんたの言う通り、初老の役者たちと全然可愛くねえ子役が汚ねえラーメン屋で繰り広げる茶番劇なんだ、誰も見ねえんだよ。鬼のコスプレしたピンコとえなりに綱渡りでもさせてろ。見ねえけどな。これはもう先ほど、通り展示られときます。ラジオの起きてるし、アリスさん、ビッグニュースです。バーガーキングが9月21日国際平和デーに合わせて、マクドナルドやデニーズなどライバル5社に対しコラボ商品を作ろうと新聞広告で呼びかけています。中でもマクドナルドに対しては新商品、マックワッパーを開発しようと持ちかけたのですが、マック側は返事を保留し事実上断ったようです。おい、マクドナルド、ノリ悪いぞお前。ノリ悪い。
これはな、有吉さんが以前このラジオで話したことなんだよ、うん、それにしては有吉さん、あんたの発言は NASA の開発、それにさらにアメリカの経済にまで影響を及ぼすようになっちまったか。あのウォール街でもこんな言葉があるらしいぞ、うん、有吉に乗れこれ何、俺言ったこんなこと。マックアッパー作れって。すげえ。すごいね、うん、世界的に。この頃俺ちょうど病んでる頃だね。ワッパー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 バーガーキングの虜だった。虜だったから、つい口から出ちゃうっていうね。バーガーキングのワッパーが好きな頃です。いや、別に病んでないよ。別に好きでいいですね。そうだよね、別に好きならいいですけどね。はい、マックワッパー。嬉しいね、バーガーキングも嬉しいことしてくれる、うんうん、ラジオのペケミニ、うん、以下、ああごめんなさい、有吉さん、ネバーエンディングストーリーことみそのちゃんがブログでこんなこと言っていました。以下ションベンクスで愚痴を長々ほざいているため前半部分丸々カット、うん、忙しかった7月8月も終わって、うん、オフももらえたから復活したけど、この夏仕事が忙しすぎて遊ぶ元気もなかったし、時間があれば休みたくてほとんど家にいたし、誰にも会えなかったからこのままアメブロもやめようと思ったけど、スタッフさんにもはいストップはい、そうですか、うん、はい、とりあえずこの夏忙しかったんですね、うん、はい、はい、それではね、そんな多忙だった7月のみそのさんのブログ、簡易的に振り返ってみましょう。1日劇団四季見に行ってきた楽しかった。2日親友の藤井里奈の誕生会、その後みんなでご飯、楽しかった。4日かなちゃんとドライブ、その後アツシと3人でご飯、癒された。5日クミッキーとカミッキーとでお買い物からのご飯、語り尽くした。7日相川七瀬さんのライブ行ってきた、可愛かった。9日友達とランチ、やっとごちそうできてよかった。以下こんな感じで2日に1回の割合で友人と遊ぶ。ちなみに22から25までは完全オフ、姉たちと合流。お前ちょっと前のヒロミさんぐらい遊んでんじゃねえかバカ。あのな、マジで1回教えてくれよ、一体お前の言葉のどこに真実があるんだ。これでも休みてえならとっとと引退してニートやれバカ野郎。すげえなこれは。すごいな、これも上げときましょう。すごいですね。すごいですね、ヨーロッパ感覚、ね、なるほどね。しっかり休みたいな、はい、らしいですね。ラジオネームチェーンギャング5、うん、これは中国で本当にあった怖い話です、うん、今年の8月上旬広東省の大学病院にて一人の中年男性が現れ、うん、どこも怪我もしてないにもかかわらず非常に苦しそうな表情、腹痛と肛門の痛みを訴え、医者が CT 検査をしたところ、長さ25センチの懐中電灯が入ってたそうです。過去には生きたうなぎをぶち込んだり、特大キュウリを挿入したコックもいるようですが、医者はこんな感じで言ってました。大腸破裂という大怪我を負った例があります。好奇心から異物を肛門に挿入しないように、ゲスナー諸君、有吉さん、ほどほどにしましょう。はぁ、巣は我が身ですね。何入れてんだよ。Day Night Dreamer Live on Air。 さあ有吉さん、サンデーナイトドリーマーもう1時間経過ですけど、今ちょっと懐中電灯を尻に入れて病院に行ったっていう、実はね、そんなやついるのかねって言ったら、山崎さんがやっぱりさすが24時間エロチャンネルの総合司会やってただけあって、パラダイステレビで、パラダイステレビであった、あった、あのね、ゆで卵をね、一個ずつ入れていくんですって。お尻に。お尻に。で、ポン。何個いったと思いますその女の人。あ、2個ぐらい。5個。5個入れるんですよ。で、一個ずつね、ポンポンって抜いていく。ウムみたいな感じ。ウミガメのサンラみたいな。ポン。それすごい気持ちいいんですよ。おい、何の話してんの。いやいや、坊ちゃんが売るから。ラジオネーム、ミスターサタヘム宮崎。お尻に焼きごてを当てられている住所不定無職の者です。有吉さんに私たちのことを理解していただき誠にありがたいです、うん、私は今まで一度もヤフーニュースに取り上げてもらったことがなく、ついに先日アナルに焼きごてを当てられ穴が塞がってしまいました。もう一度アナルに焼きごてを当て穴を再生させなければならず、恐怖に怯えています。すごいな、頑張れ。
いつかな話開くからな。ラジオのインポル、はい、インボル F になる。おやりよし、俺は面白記事を書かねえ記者もどきどもを焼きごてでじゅっとする側の人間だ。出たよてめえ、焼きごてでじゅっとする側の内情ばらしやがってタダで済むと思うなよ。 JFN の前で焼きごて熱して待ってるから覚悟しとけカス。こちとら週に100人のノルマがあるんだ。ノルマクリアしねえとな、焼きごてでじゅっとされんだよ。この人もじゅっとされる側も、ああ怖いね。怖い、その言い方、じゅっとする側される側いつくアメリカの闇ですな、はい、怖いですね。する側も誰かのされる側なんです怖い、ね、難しくすんなよ。怖いね、知り合いが絡んでるな怖いです、ね、フリーメイソンですかね、はい、いや難しくすんなって。さあということでね、はい、もう山崎さん、イノシス太郎さんをお迎えして1ヶ月これをお送りいたしますので、はいはい、山崎さんはちょっとまあね、あの下ネタ控えていただく、はい、気をつけて気をつけます、気をつけます、大人ですから、もう気をつけてください。海中デートもあるあるネタみたいな、はい、ということで一部の地域の方、はい、この時間でお別れ、また来週も聞いてください。お相手有吉弘行と山崎モータースとイノシス太郎でした。この後も聞ける方引き続き、さあ2015年9月の6日ね、9月の6日って言いたくなりますよ、これね、ある程度の年齢になってくると日の曜、ね、日の曜日、日の曜日でございますね。時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、有吉弘行です、今夜のアシスタントは山崎モータースとイノシシ太郎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしておりますサンデーナイトドリーマーでございますけどね、はい、二人近況はないですね、特にね何にもないでしょ、だってどうせないでしょ、どうせないですよ、そんな細々やってますよ、それはね。気になってるのはずっと一応皮膚持ってきてる、これがこのままあと1時間何事もなく、皮膚はどうしようかな、はい、だって今アナウンサーさんがニュース読んでる間にずっと下に皮膚あったんです足元に置いて、トナキさんの足元には皮膚があったんです、ね、はい、皮膚がずっとあったんですよ。あのちょっと一回見るだけ見てみようか、はい、一応サンバージョンあるんですけど、どれにしますか。サンバージョンってどういうこと。あの一昨年採取したやつと去年のやつと今年取れたてのやつ。え、それ全部取ってんの。もちろん取ってますよ。だって取ってないってなんだ。だって一昨年のやつとかはヨーグルトとあえて食べたりしたじゃん。はい、それもしたんですけどあとね、燻製とかにもして、あのやっぱ匂いがきついということで燻製であのごまかそうっていうやってるんですけど、はい、それが燻製バージョン。今密閉されてるんで今は大丈夫です、タッパーで。これはプレーンですね。やばいか、嫌だよ。プレーンと、あとこれ今年みんな嫌いな顔してるけど。いや、そりゃそうやろ。え、なんでそりゃそうやろ。え、嫌なの。どうします。だ2013年6月燻製って書いてますよ、これ。はい結構燻製はね、もう燻製の匂いであ、そう、はい、去年は、去年のプレーンで残します、ね、見してプレーン、はい、やっぱね、プレーンさ、まず、はい、プレーンはさ、いや、燻製はもういいよ、これはもう、はい、商品化しよう、はい、これはあの、もう、商品、これはもう、はい、燻製として売ろう、はい、な、燻製として売ろう、これはもう、はい、皮膚エネルギーじゃなくて、これはもうエネルギーの研究の途中に生まれた、うんうん、副産物、副産物として、はい、あの足の皮燻製、これはね、でこれ、はい、2014年の。はい、プレーンのやつ山崎さんにちょっと嗅がして、ちょっと待って、はい、そうですね、マジで大丈夫、これプレーンって何、何ただ入っただけ、1年間取ってた足の皮、はい、えじゃあ、うん、いきます、はい、どう、そんな臭いもんじゃないぞ、はい、どう、臭くない、あーすごい、あと1年間寝かしてるのもあるのかな、ちょっともう一回、うん、はい、お臭くない、あ本当、じゃあ坊ちゃんこれいった方がいいこれね、今年はちゃんと乾燥したところに表現するならね、うん、本当コンビニとかでおつまみでイカの燻製売ってるじゃないですか、うん、そんな感じ、燻製してないバージョンが、いや、いや色的にもうわ、ほんまもうイカの燻製のようやわ、そんな下ネタみたいに違うのようやわみたいな風俗嬢の匂い嗅いで言ったんじゃないですよねイカの燻製の匂いのようやわって山崎さん、マジでマジでマジで、山崎さん風俗嬢のことをすごい褒めるからな、いや言わないやんか、ちょっと嗅がしてみ、嗅いでみ、うん、うん、
あ、おいかの燻製の匂いよ。匂いの感想言わなくて風俗上に。全然臭くない。そう、今ね、書いたでしょ、本当に。前よりちゃんとね、うん、乾燥した場所に置いてたからそうね、ちゃんと保存がいい、効いてんだよ。シリカゲルとか入れてんだろ。そこまでちゃんとしてないんですけど、今年のもの見せて、うん、今年のものかわいいの入れ物、ね、うわ、はい、何これ。もうねタッパがなくなっちゃいまして、さすがにクリスマスのなんかキャンディー用の、はい、去年のクリスマスでなんかもらってちょうどよかったんで、うん、これ今年のですね、はい、今年ねちょっと小ぶりなのが多くて、ちょっと怖い、うん、はい、今年のこれ。ああ、なるほど、オッケーオッケー。でも今朝まで僕の足だったの、うん、それはだから後でブログにアップしてあの実験を来週からするかしないか決めよう、またはい、わかりました。ちょっと俺もう今こうちょっとラボが壊れてるから今、はい、実験施設が。あ、なるほど、はい、うん、でお前あれ領収書もらってきただろ、はいはい、ベビーグッドの。いや、ベビーグッド、あれダメ、あれ落ちないって言われてもあれ実験用としてとか研究材料として正しいひどいんですよ、うん、その領収書ちゃんと有吉さんでもらって、はいはい、足の皮剥がし代ってちゃんと言ったんですよ、うん、薬局のドラッグストアの人に。正しがいが足の皮剥がし代そんなんだって落ちたよ。そんなもん、有吉さんがこれ研究費として書き直させてこいつって、はい、俺明日行くんですよドラッグストアに。それはそう、研究費なんだから。まあ、まあ、いや頭おかしいと思われる。足の皮剥がし代なんてだって女性、世の女性いっぱいいるじゃないか、うん、そんなのだって落ちないぞ、だって経費で、はい、そっか、やっぱ研究してるって思われる、ね、研究費じゃないと。はい、わかりました、ちょっと研究費を検証します、はい、で皮膚エネルギーのことはちょっとまあ置いとこう。はい、わかりました。汚らしいから、ちょっと一旦これ一回そうしましょう、はい、うん、はい、山崎さん今年はじゃあ、はい、もう先週先々週ぐらいに24時間テレビは終わったんですよ、うん、本家ね、はいはいはい、本家24時間テレビは、ね、うん、今年はパラダイスチャンネルのもう絡んでないね、全然。っていうか、もうパラダイスチャンネルもやらないですよ。え？撤退ですよ、撤退。24時間。撤退してる。エロは地球を救う、うん、なんで撤退するのかなって感じなんですけどね。残念だね、ただね、おっぱい募金だけやったあのね、そしてメイン MC がね、天心になっててました、ね、天心ね、天心、木村と向井と、うん、やってたみたいですけど、ね、あ、おっぱい触る代わりに募金するってやつ、ね、あれいいんだよね来ましたよね、言った言って言わないで、うん、いや、自分で言うだ言うなよ、あれいいんだよねって言ってよ、よ、自分の西尾さんとかと言ったこと言うなよ。え、普通に言ったんすよ。言ったんすか、普通に来て。さあ、カメラ撮られそうになって。撮るんじゃねえよ撮るなよ。で、この後ね、また来たんで、はい、上島さんも来て、うん。呼んでもないのに。上島さん来て、打ち上げまで行って、そうそう、打ち上げで女優さんのおっぱいとか揉んでたんそうそうそう。母乳かけられて、大喜びですよ。母乳出る女優さんから。ちゃんと募金してんだったらね。そんなところで山崎さん仕事してたそうだし。まあ、本当にね、恥ずかしながら。まあでも仕事だからね。そうですよ。うん、焼きごて当てられてるネットの記事書いてる人も仕事。うん、はい。はい、おっぱいを母乳飲まされて、うわー、ほんま、ジョージ牛乳みたいな味だわーって言ってるのも仕事。いや、もちろん食べてください。言ってませんけどね。言ってないですか？言ってないですから、母乳飲んでないですから。あー、ちょっと一旦ブレイクさせて。山崎さん。Slay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer。今夜のメールテーマは山にまつわるエピソードということでやっておりますけどね。ラジオネーム、中野の弾丸 FM 群馬。うん、あるいは僕もよく夜の高尾山に虫取りをしに行きます。この前虫取りをしていたら若い女の子の集団に頂上まで連れてってほしいと言われ、虫取りそっちのけで連れてってあげました。連絡先も交換できたので今後が楽しみです。頂上まで連れてってってどういうことだろうな。なんだ、そんなに難しい道じゃないでしょ。道じゃないですね、全然。車かなんか乗ってってんのかな。なんか普通に地元の人なのかな。どういうことなんでしょうね。まあそうだろうな。ラジオネーム、トキニンザブロー FM 長野。僕は山が大嫌いです。子供の頃、友達と近所の山に工具一式持って秘密基地を作りに行きました。ノコギリで謎の木を勝手に切り倒し、黙々と秘密基地作りに没頭していたら、その山の所有者らしき CW ニコル的のおじさんに、うん、首の肉に襟が食い込んで血が吹き出すぐらい胸ぐらつかまれました。それ以来山嫌いです。怖いね。まあ怖いね、山とかって。あ、力持ちっ
ぽいですね。俺も田舎のじいさんの山で松茸親父がいっぱい取ってたけど、うん、自分のじいさんの山よ。ああそうかそうか、そういうことね。あれも怪しいなと思ってあったんですよ。どういうこと？そこの領地とそこの領地の境どうやって見分けてんだろう、ね、怪しいなと勝手に言っちゃってるんじゃないかって、ね、まあね、自由奔放ですよ、うん、あの子らね、うん、山嫌い、山好きなんだって、はい、山崎さんのあれかね、うん、何ですか新コーナーも、山崎さんのコーナーやんないとね。山崎さんのコーナー、あ、白魚のようやなにしようか。白魚のようやなコーナー、あ、いいですよね、うん、俺が言うんでしょ。松崎とマガの時はオタクのやつだったから、うん、あの二人はオタクですからね。山崎さん、白魚のようやな、そやわいいかな。濡れとるやないかい、濡れとるやないかい、行きます行きますって濡れとるやないかい、行きます、おなじみのみたいに言ってますけど、俺そんな言わんなんとかしてなんとかして、はい、お前これ、はい、耳引きちぎってみたらお前濡れとるやないかい、みんな感じだったよね、耳引きちぎって感じだったよね、そういう濡れとるやないかそっちの濡れとるやないか、はいはい、コーナー、はい、続いて有吉のそれわかる、うん、はい、全然読まねえな、はい、誰に、どんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。だからコンサート行けっつったんだよ、その上の空でラジオやるぐらいだったら、はい、リスナーにも迷惑だし、はい、桜井さんにも寂しい思いさせてるし、そうですね、そうだろ、今頃探してるとは思います。どんだけ桜井さんにちょっと巨人だから、もう探してるとも今日巨人だなと思って、そうか、目立つからな、一言届くんじゃない、うん、日産スタジアムだったら。ちょっと桜井さんにメッセージ、桜井さん今日行けなくてごめんね、でもいつも僕の後ろの席の人とか見えないとか苦情来てたから、その人たちは嬉しいと思います。はい、次のコンサート、ありがとう。あ、桜井さん、ちょっと聞こえてよ、命聞こえてよ、スタジアムからここまで届いてる、でかい声、ありがとう、桜井さん、でかい、こちらこそ聞こえてるよ、嬉しいな、嬉しい、嬉しい、コーナー行くよ、はい、有吉のそれわかる、はい、読んだっけ、はい、行きました、はい、行くよ、はい、ラジオネーム、ブラザーオフッドオブスティール、マルチラヒンギス、マリア・シャラポワ、ステフィ・グラフ、ウィリアムズ姉妹、女子テニス界のオールスターを目の前にして僕は全裸で目隠しをしている。そして選手それぞれが愛用のラケットで俺のチンコをスマッシュしていき、誰がぶったたいたかを予想する。ラケットの角度、ガットの質感、スマッシュを打つ時の喘ぎ声、限られた情報を必死で読み取った俺は見事全問正解、ところてんのようになったチンコを握りしめ、栄光のグランドスラムを達成した喜び噛みしめたい。ところてんになって怖いもん。シャラポは分かりますか。赤っ子ちゃん、骨折で入院している俺、ベッドの下に隠れて看護師さんのパンチラを覗いているところを、おっちょこちょいの水木有沙の乗るセグウェイに引かれたい。もうなんだっけあれ名前、ニャースのお仕事、ニャースニャースニャースナースポケモンと混ざってニャースのお仕事アサクラそれだって誰やじゃないっけ、松下ゆき、肉弾、肉弾戦車こと誰が言ってるの、アサクラパワフルでしたよね肉弾戦車、肉弾戦車、ラジオネームダヒ、金玉袋に八王子実践という鉢巻きをして街中を歩いていると、遠くから大林素子さんが近寄ってきて、何何これ君面白いねと2回以上触ってきたので、ダブルコンタクトという覚えたてのバネ用語を使い、木村沙織ちゃんにアピールしたいよということで、いや全然分からないけどダブルコンタクト面白いからあげとく、面白いですね、木村沙織ちゃんにはあげときます、はい、ラジオネーム、あそうか、ポンポンポンパンパン、うん、はい、パンが出ないですね、はい、パン、あ、来た、よかった、パンあげます、はい、ラジオネームラッパーザキバチョ、40年間童貞のままで自暴自棄になった俺は、どうせおしっこをする以外使わないのだからと思い、チンコをクワで切ろうとした。それを見ていた吉田洋に、そんなことしちゃダメと優しく諭され、喫茶店に行き、アイスティーをおごってほしい。
知らないよ。もっと上目指して。興奮しないでしょ、これじゃあ。童貞だからな、分かんないのかな、うん。それでいいのかな。うん、吉田羊さんがなんか、エロいことするのかなと思ったら、最終的にアイスティーをちょっと可愛いですけど、ね。まあね、人それぞれだね、うんうん。ラジオネーム、プケメナス。うん、俺は、広瀬アリスになり、広瀬すずちゃんのほっぺを指でツンツンし、もうお姉ちゃんやめてよと言われたい。まあな、そこにお兄ちゃんで入ろうっていう感覚じゃないんだね。広瀬アリスちゃん、アリスちゃん。先輩までいいんですね。まあそうだね。でもそうだね。そっちの方が警戒されないもんね。これ性的な意味で興奮するみたいなコーナー、そういうことではないです。まあそう、僕がいじめられたい。まあいいんです、何でもいいんです、ね、ちょっと興奮するかしないです皆さんね、はい、ラジオに日本語ラップ、はい、川北真由子ちゃんに耳元でスラングを言われるが全く理解できないので反対の耳元で戸田夏子に和訳してもらう何かクソ野郎クソ野郎って言うんですよ言ってんの戸田夏子さんの方ですよ、ね、全然興奮します面白いですけどね。ラジオの三平、これは本当に分かってもらえる話だと思うが、牧陽子さんにマウントポジションを取っていただき、素手で全ての陰毛を引っこ抜かれ引きちぎった陰毛を腹の上で燃やされながら、クズの陰毛は燃えるのが遅いんだね、お前のせいで次の仕事に間に合わないじゃないか、などめちゃくちゃなイチャモンをつけられて謝りたい。わかるわかったな。これはもう王道中の王道です。いや、ね、起きに来たね。起きに来た。起きに来たよ。陰謀燃やしてんだもん。陰謀、この俺をもう、しっかり行かせに来たよ、ね。いや、それローション使っちゃダメでしょ、みたいな。それ、いや、それローション使ったらそりゃそうでしょっていう。反則技だよ。そりゃダメよみたいな。これはもう完璧。これも一本取られた。一本取られた。わかんないな。わかんないけどね。はい、これ上げときます。はい。はい、いけるかな？いけるか。今日出ないですね、あんまりね。ラジオネーム起きてるし。こんなあんまりみんながみんな起きに来ないで。いやいや、起きてないと思ってるのかな。ラジオネーム起きてるし、うん。はい。北川景子さんがド M ファン限定の福引きを開催するという。ガラガラを回して出た玉の色で得点が決まる、うん、赤は北川さん自ら俺の唇に真っ赤なルージュを引いてくれる、うん、白は北川さんが純白のパンティを脱ぎ俺の喉に突っ込む、金は北川さんの手のひらに俺の金玉を置き握りつぶされる、ただし黒の玉が出ると、うん、黒沢敏夫に本気でぶん殴られる黒が出る確率は 80% 結構高いな。福引きは1回10万円親のタンスから通帳と印鑑を拝借し参戦したい。わかる、わかるんか、わかるんか。これはいくね。白だな。白がいいですか。そりゃそうですね。黒沢敏夫 80% ですよ。紅を引かれるのもいいけどね。いや、黒沢敏夫 80% ですよ。そう、そっちの確率高いですよ。黒沢さんに本気でぶん殴られるんだろう、うん、それもいいのもしかしてそんな言い方でしたよ。感動してましたけど。大丈夫です、三平。一人でマジカルバナナをプレイ中。カンドリと言ったらでかい、でかいと言ったらカンドリ、カンドリと言ったら角刈り、角刈りと言ったら感動に、カンドリと言ったらでかいという無限ループにはまってしまったので、かくなる上はカンドリ本人に登場してもらい、バカ野郎よく見ろ、俺はスポーツ狩りだぞと一括され、マジカルバナナをやめたい。どういうことだよこれ。何これ、コーナー合ってますよね。分かるとか分からないって、どういうことだよこれ。何だこれ。ラジオネーム、ラジオネームどうしようかな。ちょっと待ってよ。本当に興奮するのないかな。本当に興奮するの欲しいです ね、 そうですね。破壊し職人、はい。季節の変わり目だからなのか、まだ無色のままで色という神のお告げなのかわからないが、なんだか体調崩したので病院へ行き注射を打ってもらうことに。しかし
医者として現れたのは江夏豊か。最初はビビったが、俺はカープファンだし、不思議と注射器の扱いに手慣れているようなので、まあいいかと思っていたが、江夏は、おう、クソ野郎、安楽死が希望か？この針21回刺せばゲームセットだ。などと、見た目通りの恫喝をしてきた。そしてその剛腕と絶妙なコントロールで俺の腕に無理やり注射器を刺しまくっていき、俺の意識も遠のいてきたが、とっさに、俺、石綿だよ石綿と叫ぶことで、エナツは針を外し生命の危機から脱出したい。うまいですね。誰もわかんないですよ。わかんない若い人は。エナツの21球ですよ、石綿ね。スクイーズ外しましたから。テンション上がっちゃったよ。ラストぐらいかな。ラジオのラッパーザキバチョフ。聞く力がすごいという阿川沢子に、うん、10代しか聞こえないというモスキート音を流したら全く聞き取れず、おめえの聞く力大したことねえじゃんと笑ったら怒った阿川沢子が、うん、聞く力って聴力のことを言ってるんじゃないわよと言って俺の腕に腕ひしぎ十字固めをかけてきた。腕におっぱいの感触を感じガチガチにフルボッキーしたい。わかるあげときます。パン以上です。Stay Night Dreamer Live on airさあ東京半蔵も JFN スタジオから生放送でお届けしております有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、うん、今夜のメールテーマ山にまつわるエピソードということでお待ちしておりますけどね、はいはい他にもいろいろメール来ておりましてね、うんどうしようかな。ラジオのいわり、お笑いタレント有吉弘行41歳が6日放送のラジオ番組有吉弘行のサンデーナイトドリーマー JFN 系で同番組のアシスタントイノシシ太郎かっこ住所不定無職が趣味よりも仕事を優先したため、うん、うちの番組はヨーロッパ韓国家族と趣味を大切にと釘を刺した、うん、芸能生活の危機を感じているという有吉、趣味を優先した隠居生活でも計画しているのであろうか。筆者としては非常にワッパーな話である。ワッパーでなお番組には特別ゲストとして加山雄三、ミスターチルドレン、小野陽子、噛みつき神が出演した。ふうこれぐらい書けば大丈夫だろう。シュッギャー押されてた。これじゃダメだ。もっと厳しいこと書かないと焼きごて焼きごて入れられますね。厳しいな。はい、ラジオネームセンターエビス、どうも。焼きごて一筋40年、うん、作った焼きごては数知れず業界からは神と崇められている焼きごて職人です。わ、オス側、作る側。私たち焼きごて職人は、うん、アナルを塞ぐために焼きごてを作ってるわけじゃない、うん、人々を笑顔にするために作ってるんだ、うん、ネット記者にまだジャーナリスト精神があるのなら、うん、この事実を報道しろ。側、作る側、される側、なんかもうちょっとわかんない。すごい重い話になってきたよね。あるんですね。すごいですね。そういうふうに使ってほしくはないってことですね。うん、焼きごてなんていいようにあんま使えないけど、ね。本当ですね。だから罪人にこう番号押すみたいなね。本当はなんかおまんじゅうとかそういうのに。でもおまんじゅうのほらパンって。ああ、そうかそうか。山崎堂って押すよね。そういう焼きごてもあります、うん。それをお尻に当ててんです。怖い。じゃあ山崎堂とか押されてるんですかね。いや怖い。山ね。ラジオネームエストロ FM 長野。長野県出身の人間として山の思い出語らせてください、うん、長野県山に囲まれているため、うん、本州に台風が直撃しても被害はほとんどないですし、天気予報でも周りの県が全て赤い警戒マークに染まっている中、うん、無警戒の緑色で染まっていて逆に目立ちます。山最高、長野県最高、うん、はあ、なるほどね。ただ俺は長野県はねちょっとやっぱり相性が悪くてね。ああ、土曜だぴょんって番組すぐ下ろされてしまう。ね、あの土田さんがやってた番組で。僕のセンスとはちょっと合わないですよ。やっぱり末吉君がぴったりね。ぴったりだったみたいで、ね。末吉君はもう長野ですっかり人気者になってしまいましてね。うん、最初劇団ひとりだったんですよね。劇団ひとりさんですね。土田さんの番組ですね。劇団ひとりさん、私、末吉君ですね。うん、劇団ひとりはもう長野の人に愛されて。もう何年もやって。末吉君も長野の人に愛されて。何年も今もやってますから、ね。私だけで3ヶ月。ワンクールで一番。よっぽどだったでしょうね。またいつかね、長野の人に愛される番組に出たいもんです。ああ、いいですね。アイラブ長野。なんかどうなる、辻詰まってるのかな、アイラブ教育圏。
。そうですよ。はい。はい、教育系。ラジオネーム、ユサール連帯。有吉さん、私はネパールの山奥に行った際、電気も水道もないところに1週間ほど滞在したため、お風呂に入れず、尻がかぶれて大変でした。3日目に、どうしてもお風呂に入りたいとお願いすると、たらいにお湯を沸かしてくれたので、外で髪の毛や腕を洗っていたら、そこの家で飼っていた牛がビビって逃げていきました。滞在した村の村長の家には立派なシャワールームがあるのですが、開けたら鳥小屋になっていました。尻には今もかぶれ跡が残ってます。またネパールの山行きたいです。ん、山行きすぎてて文章力がひどいです。山の生活が分かってるんだな。かなりの高知から送ってくれてるのかもしれない。4000メートルぐらい酸欠状態、酸欠状態、そういうことはしょうがないですからね、はい、曲です。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と山崎モータースと猪瀬太郎がお送りしているサンデーナイトドリーマー。山田さん、ちょっとはい、すぐコーナー行ったりとかするとき全然ぼんやりしてるけど、普通にただ楽しんでやってるから、はい、原稿見てないってこと、それともミスチルのことで頭がいっぱいってこと、どっち？まあ、ちょっとはそれもどっかであんのかもしれないですね。でも、うんうん、今仕事中なんで仕事には集中したいんですけども。本当？はい。ライブ DVD 出んのかな。ライブ DVD はもう出るんじゃないですか。出る。じゃあそれを買おうな、はい、絶対な。はい。超優しいじゃないですか。うん、はい。さっきちょっと桜井さんの声も聞こえてきたんで、もしかしたら耳澄ましたらどっかで聞こえるのかなっていうこともちょっとあったんですけど、ね、うん。見守ってくれてんじゃない？もう一回言ってみない、巨人、うん。いや、でももう今ライブ中だから。いやいや、わかんないよ、それは。うん、実は。桜井さん！今僕は怒られたけど、でもまだ頑張ってるよ！応援してるよ。聞こえました？何？聞こえるわけないよ。聞こえたんです。応援してるよって聞こえた。僕だけじゃない。だって今聞こえましたよ。俺聞こえたよ。聞こえましたよね。いいコーナー行くよ。なんだよこの歌番。サム・スミス、はい。グラミー賞を受賞した名曲バックにスピーチを送ってもらってます。はい、ラジオネームパンパース交換条約。大人たちが給料の話をするとき、手取りって言うから、給料もらうときって現金のつかみ取りみたいな感じだと思ってたんだよね、子供の頃は。でもそれは違って、働いてもらえる給料からもろもろ引かれて残った分だけが実際手元に来る、それが手取りだった。そんなわけで今僕の手取りは300円。子供の時の俺、安心しろ、みんなと違って俺の給料からは何も引かれちゃいない。300円くれた通りすがりのおじさん、本当にありがとう。また駅前でカンパお待ちしております。自分関係ないんで、給料でもなくてもなかった。人もいないね、山崎さん、ね、本当ですよ、必死ですよ、嫁と二人で本当に頑張って、知恵度入って頑張ってますよ。地平道入ってんだったら休んだ方がいいよ。あ、すいません。迷惑かかるか。それ大げさに、ね、大げさに言うとです。そういうふうに言っただけですよ。いや、ここで地平道吐かれたらやっぱり困るの、スタッフだから。はい、吐かないです。山川が床拭かなきゃいけないしさ。はい。福田が、うん、病院に運ばなきゃいけないしさ。そういうこと絶対ない。辻君は始末書書かなきゃいけないしさ。そういうことないように1ヶ月ちゃんと無事ちゃんと、はい。地平道絶対吐かないで。絶対吐かないです。例えで言っただけです。本当に吐くってわけじゃないです。本当に吐きそうな場合はゆっくり吐いてください。わかりました。地平道吐くなよ、てめえ。怖いな。怖いんだよな。地平道吐くなよ、地平道吐きそうだなっていう予兆があったら、喉をお前焼きごとで焼く。喉焼きごとで怖い。喉潰し焼く。怖い、喉焼きごとで怖いな。吐くとしても無音で吐きましょう。はい。ラジオネーム。デビット・ユーちゃん。うん、ヤフオクで僕に私物を売ってくれた JK のみんな、ありがとう。かわいいシュシュ売ってくれた愛ちゃん、受験勉強頑張ってね。思い出のアルバムを泣く泣く売ってくれたミキちゃん、体だけは売っちゃダメだよ。それから、ね、自分のビラビラの写メを送ってくれたマリちゃん、彼氏と仲良くやるんだよ。最後にJK のふりして自分の下着売ってたミサコ、いや母ちゃん、今度じっくり話し合おう。
家族の会話できてね。全部母ちゃんの仕業だったら笑えるけど、ビラビラもその前の3人は本当にできない。犯罪者だよ、こいつ。本当だよ。ダメですよ。グラミー賞の授賞式でこんなことやって、それに行った警官に逮捕されて、終わりだよ。ラジオネーム、チェーンギャング5。僕の家は非常に複雑です。酒に溺れ、パチンコや競馬で借金ばかり作る父、パートに内職、昼も夜も毎日働く母、悪い友達に誘われて暴走族に入り毎回毎回警察に補導される長男、学校にも行かず友達と遊び回ってろくに家にも帰ってこない長女、2015年なのにこんなバカみたいな家族があるんだよ。でもみんな一生懸命なんだ。遊びに一生懸命、仕事に一生懸命、喧嘩に一生懸命、そして酒と博打に一生懸命。だからお願いです、母ちゃん、今月パチンコ代10万ください。クズだ。めちゃくちゃです。クズですよ、本当に。10万って、いやね。以上、山崎でした。以上、山崎です。違います。全然違う。コーナー名違いますよ。あれ、山崎さんのコーナー違うよ。はい、違うよ。サム・スミスでしょ。サム・スミスです。はい、すいません。はい、続いて、ベッキーフィルターでございます。ベッキーを通じて世の中見てみようというコーナーです。はい、ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。うん、あ、お祭りって楽しいよね。みんな、この夏お祭り行った？花火にいろんな屋台、そして何よりね、いろんな人がみんな幸せそうにして笑顔が集まる場所、私もお祭りは大好き。でも私ね、お祭りの中でもね、年中行われている地祭り、これが一番大好き。みんなで太鼓のように殴ってね、花火のように血が吹いて、最後に神輿のように担いで投げ捨てる。よし、じゃあお前らこいつをね、あとは好きにしていいぞ。セメント置いておいたから、きっちりちゃんと片付けておけよ。祭りの後って寂しいよね。やる気元気ベッキー。こうなります。ラジオに起きてるし、ベッキーです。今から私の言うことに従ってください。絶対です。いいですか。水沢アリー以下、ホラン千秋、ラブリー、高橋みやり順、マリア、大沢ケイミ、ステファニー、宮川麻也、瀬戸カトリーヌ、これらをハーフタレント界の佐野健次郎デザインとし、即刻回収を命じることといたします。回収にかかる費用は各事務所負担、またこれ以上の整形手術は認めません。以上、やる気元気ベッキー。厳しい、パクリ疑惑。パクリ疑惑、厳しい、パクってるんですもんね。大丈夫、水亀座 .com。お待たせしました、ベッキーの3分クッキングの時間です。今日作る料理はベッキー特製カレー、うん、というわけで用意する食材は、高木美穂さんの畑で盗んだジャガイモ、エスミさんが飼ってたグッピ、前園さん家の黒豚、生贄に捧げる笹野隆、大ぶりなアンミカ、まずこの食材をね、包丁で細かく刻みます。んで火にかけて、やっぱりカレーを中心してね、オムライス作ります。今急にオムライスが食べたくなっちゃいましたんでね、この食材は全部ゴミ箱にポイします、ね、気まぐれメニューってこうじゃなきゃね。やる気元気ベッキー。面白いですけど、そろそろですかね、ベッキーさん一本やりですからね。そろそろこのコーナーも、もうそろそろこのコーナーも終わりますけどね、はい、また新コーナー相談しながら、ね、はい、まだやりますけど、もうちょっとね、はい、ラジオの希望の船、うん、マギーちゃん、私が考えたカードゲームやろ、うん、まず私が攻撃するね。森永卓郎を召喚してアイテムカードテンガを発動。ほらマギーちゃん、テンガと森永のポコチンがゆっくり合体してるの見える？森永がマギーちゃんの体舐め回すように見つめながらゆっくりテンガピストンさせてるよ。あ、マギーちゃん気絶したから私の勝ちだね。やったー、やる気元気ベッキー。このカードゲームやりたいですけどね。ちょっといいですね。ラジオの公衆電話、みんな元気ベッキーだよ。今日は私の LINE スタンプのお知らせするよ。私の LINE スタンプは喋るんだよ。それにハーゲンダッツより安い200円、音声のバリエーションは大好き、お願い、照れるとか、とにかく男のおかずになりそうなものを選んだよ。クズどもは
友達も恋人も仕事仲間もいないから LINE する相手なんていないだろうけど、そういう人はオナニー用に買ってね。やる気元気べっけーべっけー。ラジオネームラッパーザキバチョフ、うん、加藤隆が大好きなベッキーだよー私ってサプライズ大好き、だから今日ジョイにねサプライズしてあげたんだ。家に帰ってきたジョイを睡眠薬で眠らせて背中に梅沢富美男のタトゥー入れてあげたきっと起きたらジョイ泣いて喜ぶぞ。サプライズ最高、やる気元気ベッキー。いいじゃないですか。 Day Night Dreamer Live on Air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、次ね、はい、新コーナー。新コーナー。ダヨナーです。はい。ダヨナー。ほう。先週誕生したコーナーです。最後に、ダヨナーで締めれば OK です。ダヨナー系ですか？ダヨナー系？ダヨナー系って何ですか？皆さんダヨナー系？ダヨナー系何なんだ？ダヨナー系じゃないの？ちょっとついていけない。そう。はい、あー、ダヨナー。俺、違う？ダヨナー系じゃない？どうなんでしょう？そう見えるんだよなそういう、え？そういうふうに言えばいいのかな？え？うん、そういうことなのかな？ちょっとわかんない。わかんない？わかんない、ちょっとわかんない。わかってもらえないんだよな何このコーナー何このこれ新コーナーですよね。末期のコーナーじゃないですか。今日から始まるんですよね。うん、そうよ、おかしい？いや、おかしいと思う。面白いと思うんだよな何このコーナーって。何言ってんのか分かんないんだよな。あ、ダヨナ系だ。何これ。ダヨナ系だ。何やべえぞ。ダヨナ系だ。これダヨナ系。ダヨナ系の人。悪そうなやつは大体ダヨナだから。なんだこれ。まだいまいち分かんないんでちょっと。ちょっと巨人もダヨナって言ってみな。うん、大きな声で。ダヨナ。あれ？え？ちょっと今僕だけですか？なんか聞こえた。いや今僕たお。何？いやいや。今多分桜井さんの声だった。嘘だよ。いやだってなんかね。もう一回だけ言って。いいよ。だよな。俺もそうだよな。ほらめっちゃ聞こえました今。エコーもかかりましたけど。え近いんじゃないですか？確かにもうライブとか終わってる時間だと思うんで。桜井さんもうね10時近い。いや何してるか聞いてみたら。えもうね。桜井さん今何してんの？椅子片付けてるよ。撤去も。いやこれ撤去自分でして撤去自分でしてるよ。だって何万人っていうライブで水中で他が他やれよ。他やれ。あとで俺が手伝うからな。かわいそう。初心忘れてからず。うわあ。昔ラママとかそういうところでやってきたからね。対話してあったらしい。そういうところの気持ちは。言っていいかよ。だよな、だよな。あんたが火つけてる。いつもさ、バッサリ行くのやめて。ラジオネーム、三平。これ、だよなで締めれば何でも OK。ラジオネーム三平。自由度が高いです。わかりました。将来は絶対幸せな家庭を築きたいんだけど、もう59歳なんだよな。無理無理無理だよもう。これがダヨナーの日本だよ、ね、これダヨナー系の宇宙が、はい、なるほどね。ラリパッパ、ラジオネームラリパッパおじさんになってもヤンキーっておっかないんだよな。わかるわかるね。ねえわかる。そのまたビビんないと思ったけど未だにビビってますね。コンビニの前。怖い。怖いな。怖いだよな。でっけえ体して。いや怖くないですか。全然怖くないよ。怖くないふりしなきゃっていうことをいつも思っちゃいます。まあ15、16歳の子たちだしなって思って。そうですね。俺焼き事持ってからな。怖い。一番怖い人だよ。ラジオネーム弟子の正彦。俺は今までボクサーパンツ、トランクス、ブリーフ、パンティ、いろいろ試してみたけど、やっぱり下着は、トイレットペーパーの芯に限るんだよな。どういうこと？トイレットペーパーの芯？コテカじゃないんだから、あのアフリカの田舎の人たちだったり、あの急所のチンチンの杖に。ぶっ刺すね。ぶっ刺すやつ。ラジオネーム、熱海のたこ焼きマントマン。うん、五輪のエンブレム案を勝手に考えて発表してる有名人たちが滑りまくってる姿見ると悲しい気持ちになるんだよな。
まあね、あるね、ちょっとふざけたやつとか ね、まあね、うん、はいはいはい、やってるみたいですね今ね。じゃあ俺が今度はこれにやってみますとかさ、うんうん、まあね、やりたくなるわねそれね。あ、はいはい、滑ってるとねなかなか難しいですよね。ラジオネームブラザーフットオブスティール。俺パチンコ屋にたくさん貯金してるっていうギャンブラーお得意のギャグがあるけど、あれで笑ったことないんだよな。だから悲しいギャグなんだから。あれ言っちゃいますよ、はい、募金してるとかね、うんうん、そうですね、はい、あるね、うん、ラジオのひろき、はい、チンコが小さい AV 男優って応援したくなるんだよな。わかるな、これわかりますね。でっかい人はちょっとがっかりするときある。そう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 、いやそれでっかいじゃんって、うん、中にいますもんね、ちっちゃい感じの人がね。ちっちゃい感じの方がいいですよね、うん、いいですね、共感を持てますからね、あればね。小さい相撲で応援したくなるみたいなことなんですか ね、なんか体だけじゃなく、うんうんうん、技術とかでね。うるせえな、でかい男が。え、さっきの足の皮さ、はい、山崎さん家で培養しよう。やめてくれよ。山崎さん家の枕カビだらけだから、はい、それ昔の話じゃないかよそれ。今綺麗やから嫁はんちゃんとやってくれてるから。嫁はんもカビだらけだもん。違いますよ。何てこと言ってるの。そう思うんだよな。だよな、だよなが。何でもだよねっていいわけじゃないよ。言うよね。いや言うよね系やな。何これ、コーナー崩すの早いよ。今週始まったんだから。そう言うよねって。ラジオネーム問題もしてる。デリヘルでしつこく本番交渉すると 3P コースのオプションつけてないはずなのに怖いそうなお兄ちゃん来ちゃうんだよな。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 あんま言っちゃダメだぞ。山崎さんみたいに風俗嬢の人はお姫様のように扱わないと、はい、そうだよな。うわあ、しだわのよなしやわ。カムシカのよなししてるな。えらい綺麗やな。本番させてもらえるか。ダメです、つらいわ。売れとるやないか。いやいやいや、それをフルコース。フルコースってどういうことや。濡れてるからやらせろってことですね、はい、風俗店での山崎さん。いや見たことあるんですか。本当だよ、上の細いとか聞こえてきたの。そんなわけない。隣だった、隣だったじゃない。だって本当に見たこと何回もあるけど、隣だったの。ヘルソー隣の部屋から聞こえてきたの。もうカモシカのような足やな。よー、女の子若いからキョトンとしてカモシカのような意味がわかんないけどみたいな。例えたいですね。知らんのよ、知らんのよ。ちょっと例える、おじさんの例えだから。そう、肌綺麗やから、ね、ラジオネームブラザーフットオブスティール。好きな番組が始まるまであと30分ぐらいあるから、オナニーでもして時間潰そうと思うんだけど、結局5分でいっちゃうんだよな。だよな。これわかる、わかる。じゃあもうちょっと2回小説ですよね。若い頃は本当そうですね、うん、待って、30分あるから、じゃあ30分あるか、難しいな。どうしようか。いや、スピードとか調節したらね、もうちょい伸ばせるじゃないですか、うん、手を上下させるな、気持ち悪い。バレてないだろうよ、見てる人に。聞いてる人。ラジオネームひろき。1年以上愛用しているダッチワイフはもう家族だよな。だよな。そうなんだ、そんな、そこまで愛情がね。どうしようかね、ラジオネームね、うん、ヤーション。ヤーション。股間が濡れてるってバレたか。実は今日の朝電車でおしっこ漏らしたんだよな。超つまんない。漏らしちゃったんだな。以上。Day Night Dreamer Live on air。さあ、有吉ゆきサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございますけれども、はいはい、山崎さん、イノシシさん、はい、1ヶ月間よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうでも9月ですからね。9月、お二人とお別れするときにもう10月ということです。早いね、はい、1年早いんだよな。ほんまやね。ほんまやねってなんで。お、屋根系。あ、屋根系なんてことだ。ラジオネーム、はい、ルサンチマン、FM 長野。有吉さん、ミスチルツアー日産スタジアム終わりました。お、雨の中のライブでありながら、およそ2日間で14万人動員。すごい。イノセントワールドなど名曲を披露したとのことです。おい、山崎。はい。9月12日、宮城公演を経て、19、20日に大阪でツアーファイナルを迎えるから、チケット1枚余ってるし、一緒行こうぜ。音楽楽しもうな。ノーミスチル、ノーライフ。
いや俺誘えるよ。なんで山崎さん誘えない。本当の間違いにしかない。そうですね。ボケじゃないと思う。ラップ来てますか。はい、ラップ来てます。誰から。ラジオネーム永久ラブソング、はい、FM 鹿児島、はい、俺は巨人、体は強靭、代表作は進撃の巨人、マジで大好き、ミスターチルドレン、大好物はヒフラのチンコです。足の皮で世界変えたい、腹が減ったら人間食べたい、エブリヒフナが俺の味方、イノシシ改め俺山だ。言ってんのお前。これさ、一昨年ぐらいもこいつが焼き事してやる気が。退治されちゃったよ、巨人が。駆逐されたー。駆逐された。駆逐されたね。駆逐された。駆逐された。さあ、ということで山崎さん、はい、コーナーでもちょっとひらめかないんですよね。あ、そうですか。難しいのかな。まあ、濡れとるやないか。山崎さん濡れとるやないか。濡れとるやないか。はい。まあ濡れとるやないかでいいですか。はい。それだけで大丈夫なんですか。山崎さん新コーナー、はい。来週。濡れとるやないか。待ってください。この二人の時の新コーナー濡れとるやないか。コーナーの説明とかもなく。そうそう。それ聞いただけでリスナー送ってくるんですか。そう。何でもいいです。山崎の濡れとるやないか。山崎の濡れとるやないか。大丈夫みんな。お願いしますね。本当。お願いしますよ。さあ、ということで、せっかくだから山野くん、ミスチルの一番好きな曲歌えますか。はい、いいっすか。うん、僕、まあ、星になれたらっていう曲で歌いましょう。この街折れて言うことに決めたのはいつか君と話した夢の続きが。また来週。さよなら。さよなら。また会いましょう。